死ねよザ子供がよーということで、画面の前の皆さん、こんにちは、コルさんです。今回はね、まあ、この試合なんですけども、敵にポアポア担当ボクシングさんがいてね、どうやらコラボ動画を撮っていたらしいので、まあ、ちょっと僕もね、急遽動画を回して、試合撮ったんで、そちらの方ね、まあ、久々に解説実況の方していきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、なんでね、そのポアポア担当ボクシングさんがね、こんな感じで、コールオブデューティー BO4 でコラボ動画を撮ってるのかを僕はちょっとよくわかんないんですけども、まあ、とにかくね、久々にね、普通に解説実況やっていきたいと思います。どちらかというと、こう、次回作に向けた話なんかも踏まえながら、解説していけたらなというふうに思います。まあ、ハードポイントが次回作あるかわかんないんだけど、あとはミニマップを見ることだったりとかって、多分次回作でも、なんか、案外ミニマップなしって言われてるんで、必要ないって思われがちかもしんないですけど、UAV が出ればね、ミニマップって普通に表示されますし、しかもまあ、次回作は、その、マップの中央上に、なんか方角というか、方向が、表示されていて、そこにまあ赤点のようなものが映るシステムにはなってるんで、まあ基本的に、マップを見て、敵の位置だったり味方の位置を見て、そこから予測して、敵の位置を予測して戦うっていう技術自体はきちんと持っておいた方がいいのかなとは思います。まあこのシーンなんかであれば、味方がね、真ん中の、拠点の方に偏っているので、自分は、まあ要は横から撃たれないように、右側の通路を抑えてあげてるっていう感じですね。まあ、BO4 においてはこうやって視界に入るだけで赤点表示されるんで、まあ、こういう赤点表示をちゃんとさせて味方に位置を伝えてあげるっていうのもすごい大切でしたね。まあ、ここは打ち勝っていくと。で、右の通路がカバーできたら今度はセンターの、まあ、抜けられてた敵に対してカバーを入れてあげるって感じですね。で、ここで一気にリスが入れ替わったのが、まあ、すぐわかると思います。ミニマップを見ていれば。なんで、次の拠点がね、こちら側なんですよ。今自分がいる場所なんで、まあ理想はなるべく返させないように。今、ミニマップ見れば分かると思うんですけど、味方がちょうど自分の後ろから湧いてきたということで、まあ理想を取り戻すことはできたけど、拠点は奪われちゃったみたいな構図だね。まあ、残り20秒の段階、まあ約30秒の段階なんで、ぶっちゃけこれで問題はないですね、全く。うん。こう、拠点の奪い方に関してなんですけど、まあ、プロの方とか、競技シーン、まあ特にプロだね、プロの方とかは、まあ割と最後の、なんだろうな、5秒10秒ぐらいまで取りに行っちゃっていいっていう方もいるんですよね。なぜかというと、まあ、わざわざ次の拠点最初に固めに行かなくても、向こうが固められてる状態だとしても、まあ普通にうまく連携を取って奪いに行けばいいだけっていう方もいるんですけど、まあそうはいかないのが公開マッチですよね。うん。なんで、まあなるべくやっぱり今もそうですけど、前ポにちょっかいを出しつつ、次ポをちゃんとも固めておく。そうしないと、基本的に公開マッチだと、やっぱり、まあ、次ポの位置を分かってないとかいう人も多いので、まあ、特にセラフの方は、次ポをなるべく、もう、どんどん固めていくっていう意識で立ち回っていった方がいいのかなとは思います。で、逆にセラフを置けてないので、こんな感じでリスが吹っ飛ばされちゃったりね。まあ、置けてないというか壊されちゃったんだと思うんだけど、まあ、やっぱり、基本的に、こう、味方がね、ちゃんとリスを取る意識がない味方になってしまうと、どんどんリスが吹っ飛ばされて、でもリスが吹っ飛ばされちゃうと不利な状態での打ち合いになって、どうしてもスコアスリークもどんどん呼ばれちゃうんで、そうなってくると負の連鎖ですね。なんで、まあこんな感じでスレッシャーもすぐ呼ばれちゃいますし、非常にきつくなっていっちゃうんですよね。で、一回スコアスリーク呼ばれちゃうと、そこからどんどん逆転も難しくなっていっちゃうのが、まあ公開マッチかなと思うので、まあそこは競技心も変わらないとは思うんですけど、なんで、まあまずは、流れをつかませないっていうことが特に大切かなと思います。スコアストリークを呼ばせないこと。次回作に関しても、おそらく次回作はスコアストリークではなく、キルストリークになってくるので、まあ、余計無駄なデスというのは、まあ、したくはないですよね。非常にその1デス1デスがチームに迷惑がかかる可能性があるということは意識した方がいいかもしれないですね。多分、キルストリークでキルストリークが回るっていう構図になると思うので、まあ、わかんないけどね。うん。それこそ UAV とかをひたすら相手のパーティーとかに回され続ける展開になると、こちらはマップが見えてないのに、相手は見えているみたいな状態になっちゃうので、きついかなと思います。で、このシーンに関しては、まあ、突っ込むべきか突っ込まないべきかっていうところの境目ですよね。自分の目の前に敵がいるのはもう赤点で分かってるんですけども、若干向こう側が手薄に見えるので、ここで突っ込んでも、さらに奥にいる敵にカバーされちゃうんじゃないかっていう心配があるんですけど、ただまあ、一番左上の方向に映ってるミニマップの一番左上の方に映ってるところに、まあ、味方がいると思うんですけど、あの味方が今湧いてきたんですよね。ということは、味方の脇位置があそこっていうことは、今映ってる赤点の後ろに敵がいる可能性は、まあ、多くて1人か2人。うん。しかも自分が仮にここでやれてしまったとしても、今、マップ左奥から湧いてる敵が、味方が自分のカバーに入ってくれるでしょうという計算のもと、ここは突っ込むべきだなっていう判断ですね。基本的にその味方が湧いてる位置っていうのは、まあ、敵が薄い位置、敵があんまりいない位置っていう風に捉えていいと思うので、この辺に関してはやっぱ次回作どうなるかだよね。味方の脇位置がわからないと敵の位置ってすごくつかみづらいんですよ。なんで、
これに関してはモダンオーフェアがどうなるのか、味方の位置が果たしてこう建物越しに見えるようになるのかとか、その辺はまあベータ版を非常に楽しみにして、まあそこをね、なんかこう個人的には一番注目しているところの一つでもありますね。基本的には FPS っていうのは味方の位置から敵の位置を予測するっていう、まあ、シチュエーションが多いゲームなんで、果たしてどうやって味方の位置をつかみやすくしているのかっていうのは、まあ、モダンフェアっていう次回作に関してはかなり注目してる方多いんじゃないかなと思います。でこの段階でもう残り17秒なんで次のポイントに向かいましょうって感じですね。味方が向かってくれてるんで、うん、いい感じに脇が取れてますね。こうやって、まあ、次のポイントに向かっている味方が一人でもいるだけでもやっぱりリスポーンの位置っていうのが変わってくるので非常に大切ですね。で僕はここにもうタックデプロイを置いてしまってリスを固定するっていう形ですね。まあ、ここエルスト来るの分かってたんですけど、最初の50ポイントが欲しかったんでちょっと逃げ切れるかなっていう甘い考えで突っ込んじゃいましたね。まあ無理でしたっていう感じで、まあリスが近ければこんな感じでね、いくら取られてもすぐに取り返しに行けるというか、自分がやられても味方がすぐカバーしてくれる。どん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 第2波、第3波っていうのが来れるのが、まあリスが近い、リスが取れてるっていうことの、まあ、メリットなんで、特にこう拠点を奪うルールですね。ドミネーションだったりハードポイントにおいては、まあ有利なリスを取れてるっていうのは非常に大切かなというふうに思います。次回作の競技シーンがどういうものになるかはわかんないですけど、まあサーチ&デストロ以外のルールにおいては変わらずリスポーンの概念っていうのは理解しておいた方がいいかなと思いますね。でこのシーンは今正面から突っ込もうと思ったけど UAV も出ちゃったしちょっと右から行こうっていうシーンですね。ミニマップを見てもらえれば分かる通り拠点の中でも味方が2人やられていてカバーは望めないと、うん、でおそらくリスポーンももう敵に完全に取られてる状態なので、ここで正面で1人で突っ込んでもそれこそ先ほどの逆のパターンですね。相手を1人倒してもすぐ第2波第3波が来る状況なんで1人でさばききるのはかなり難しいので、ここはあえてもう19秒の段階なんでポイントを取りに行くというよりかは裏取りですね。今の拠点の裏を回って、前ポ狩りというか次のポイントに移るまでギリギリポイントを踏んでる敵を狩るみたいな、うん、そんな感じのイメージだね。でそうすることによってスコアスリーコをつなげさせない、うん、スコアを稼がせないっていうのがまあ意識の一つかな。基本的にやっぱ競技シーンと違うところの一つ、まあ競技シーンもそうだけども、やっぱスコアスリークがね非常に強力なのが使えるのが公開マッチなんで、そこに関しては、まあ、初心者だろうがやっぱ意識はしておいた方がいいですね。うん、相手になるべく高いスコアストリーク、次回で言えばキルストリークを出させないっていうのは、まあ、常に意識しながら立ち回る必要があるかなと思います。でこのシーンに関しては真ん中のポイントを、取った後に自分が、中央の敵を一掃することができて、で味方の立ち位置ですね、味方が、僕たちの初期リス側に湧いているので、まあ、おそらく今度は逆にすぐ後ろから敵が来るだろうなっていうのが想像できます。ただまあ先ほどの敵の、なんだろうな、3回率的に、まだ、今自分が見てる正面の方に1人か2人敵がいてもおかしくないなとは思うんですけども、まあ、味方が見てくれているので、自分は、拠点に入ってくる敵を、要するに今自分が見てる方向の逆の敵を警戒しに行くっていう感じの動きを取ろうかなっていう感じですね。正面の敵は味方に任せて、自分はこうやって拠点を踏んでくる敵を倒すという感じの動き。で、やっぱり案の定、まあ、左側ですね。今、右左側のところに、敵いたんですけど、味方がやられちゃうと。で、あそこの味方がやられちゃうと、拠点が挟まれる形になっちゃうんで、こうなるともう無理っすねっていうね。まあ、ああいう、その味方が、なんだろうな、まあ、拠点の中で頑張っているのであれば、なるべくその味方が見ない、こう、見るべき方向を少なくしてあげるというか、一方方向を見ていればいいよっていう状態にしてあげる。もう裏は俺が見てるからカバーしてあげるよ、みたいな。そういう、なんだろうな、挟まれない状況を味方に作ってあげるっていうのもすごい大切かなと思いますね。なんで、まあ、先ほどのシーン、まあ、やられちゃったんで、もうしょうがないんですけども、なるべくあそこは、やられない動きというか、粘ったりとか、とにかく拠点に向かわせない動きをしてくれると、まあ、個人的には助かったかなというシーンですね。でも、残り4秒ですけども、もう次拠点が取られちゃっているので、ここはもう合流します。ここはもう一気に前押します。前押さないと、リスが変わらないので。で、ここタックデプロイを置いちゃって、強制的に味方を分ける状態を作って、この最悪の敵ですね。これを倒す。うん。まあ、こちら側を警戒してくれてなかったんで、すごいイージーでしたけど、あそこの敵を倒さないと、まあ、かなりきついので。まあ、でも、この第二拠点は押し込んでる状態でも取れるっちゃ取れるんだけど、まあ、でも、どのみち、キルできる力がないと、どんどんやっぱ、第二波、第三波を抑えきるのは難しいので、まあ、リスを変えてしまうのが、味方のためにも一番安定かなという気はしますね。で、僕はこのタイミングでアナイアレーター出したんで、拠点に乗りながらキルすることによって、まあ、ポイントを稼いでスコアスリコを貯めちゃうと。うん、逆にここは先ほどまあ相手にスレッシャー出されちゃいましたけど、今度は自分がスコアストリークを貯めるっていう流れですね。で、一回スコアストリーク貯めると、
あのやっぱ2巡目もすぐしやすいんですよね。うん、拠点の中でスコアストリークも呼べて、キルも稼げるので、だからやっぱり公開マッチのキルストリーク、スコアストリークっていうのは恐ろしいなという感じです。はい、本当にそのもう一回流れを相手に奪われちゃうと、それを取り返すのがめちゃめちゃ難しいんですよ、公開マッチに関しては。やっぱり連携も取りにくいし、なんでそこのスコアストリークを試させない、キルストリークを使わせないっていうところは、うん、やっぱり全プレイヤーが意識するべきところかなと思います。まあもちろん出されちゃった後に、もう出されちゃったもんはしょうがないんで、出されちゃった後に対空をするとかっていう、そこの意識も当然大切かなとは思いますけどね。ただでさえ次回作のモダンフェアは乗り物、戦車だったりとかもあるっぽいので、まあ対空というよりかはシンプルにロケットランチャーを持って、あ、そういったなんだろう、乗り物だったりに対して攻撃するっていうシチュエーションも出てくると思うので、まあきっと多分次回作は RPG だったりとかジャベリンだったりとか、そういったまあ対空装備みたいなのをまあ使うシーンっていうのも増えてくるんじゃないかなと個人的には思いますね。まあ AC130 もあるっぽいしね、どうやらね。でしかも多分25キルストリークもあるからね。でここに関してなんですけども、味方の位置に注目ですね。左下の味方、ミニマップ左下の味方2人がすごくいい位置に行ってくれています。あの二人がね、まあこの状態で拠点に来ないで、次拠点のね、もう理想取りに行ってくれてるんですよ。それがすごくありがたいですよね。なんで僕、今その拠点の目の前にいる僕としては、拠点に突っ込んでくる敵、おそらくまあ2、3人は来ると思うんですけど、それを排除さえしてしまえばリスが飛ぶんですね、おそらく。なんでその状況を作りたい。まああそこの左下にいる味方二人の位置を生かしたいっていう感じですね。まあ点差もありますし、残り拠点14秒なんで、ここは自分で踏むというよりかは、拠点に入ってきた敵を殺す、キルすることによって敵のリスを飛ばすっていうイメージかな。まあ、粘るっていうことが大切ですね。うん、こんな感じでどんどん敵さんは、まだ多分脇は、この流れだと変わってなかったですよね。ここで変わったくらいかな。味方が多分奥に侵入しきったんで今。で、こんな感じでリスが変わって逆転していると。こうなれば次の拠点が一気にもう取りやすいので、で、うん。もうこの残り1分の状態から1秒目から味方が拠点を踏めてますよね。こういう味方のミニマップの位置を見た連携というのが取れると、うん、非常に多分次回作でもいいというか活躍しやすいんじゃないかなと思います。 FPS の基本ですけどね。まあそのミニマップが出てない段階っていうのは音も大切になってくるので、まあ次回作は本当に結構いろいろ初心者さんは最初苦労するかなって気はするよね。てか多分俺らも普通に苦労するしね、ミニマップが見れないっていうのは最初に。うん、でまあここでスコアストリークが、まあ、2周して回してくれると。うん。やっぱスコアストリークが1回回ってしまえば、敵さん今度スコアストリークに対しての対策をしなきゃいけない、対空をしなきゃいけない時間が、まあ、できるので、よりまた2巡目のスコアストリークを回しやすいっていう。まあ、相手からすると負の連鎖ですよね。だからこの状況はなるべく、まあ、こちらとしては作りたくないっていう感じだよね。まあ、単純ななんだろうな、こう、打ち合いだったりとか、チームの打ち合いの強さで言えば、多分普通に、まあ相手ね、ボクシングさんとポーポータンがいるから、多分普通に打ち合いの強さとかで言えばそんなに変わらないんですよね、チームのバランスで言えば。ただ、こちらの方がより、こう、優位な状況、一歩先で、まあ試合を運べているので、まあ試合を優位に運べている。で、なおかつ僕がうまいことスコアストリークも回せてるんで、もうスコアストリークに関してはね、もうどうしようもないですからね、はっきり言って。うん。そんなにすぐに壊せるものでもないですし、マンティスとかスナイパーヘリっていうのは。なんで出されるだけで、まあやっぱり厄介というか、一手相手が出遅れる形にはなるので、まあスコアストリークを出させる、持ってるだけでも、まあかなり公開マッチでは非常に有効かなとは思います。はい。まあ僕の予想では本当に次回作に関しては UAV をいかに早く出すかみたいなところのゲームにも、まあなるとは思うので、そういう意味でね、まあ、次回作はキルストリークなんで、スコアストリークではないですけども、だから無駄なデスをしない。無駄なデスをすることがチームにめちゃくちゃ迷惑をかけてしまうという自覚を持ちながらプレイするのは、結構大切になるのかもなと思います。はい。まあ何はともあれ、マジでさっさとベータ版やりたいですね。ガチで。もう待ちきれねって感じですわ。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタン、コメントもよろしくお願いします。まあ MW のベータ版もこんな感じでね、また自分の中で分かったことをすぐ解説実況出したいと思うので、よろしくお願いします。また次回の動画でいたしましょう。小手綱でした。お疲れ様です。おーつーぽん。またスレッシャーが終わった途端にスレッシャーを出すという、この鬼畜仕様。すまん。ただもうこの試合で終わらせるからよ。まあなんだろうな、こういう風に見るとこの武器強えなって思うかもしれんけど、まあクラス的には M16 と同レベルぐらいの強さなのかなって気がする。よいしょ。てかまあ GKS とかでも十分強いしね、正直言って。